覇王門いよいよ実装ということで、このね覇王門の魔術師というモンスターがねめちゃくちゃ強いんですよね。こいつがですね、まあ、何をするかっていうとペンダラモンスターってのしてレベル7の光属性魔法使い属モンスターですね。ペンダラム効果自分のフィールド上の、覇王竜ザーク、はい、覇王竜ザーク関連の効果を持ってます。覇王竜ザークは、相手の効果では除外ができないよと。覇王竜ザークってもともと破壊されないとかっていう効果があったんですけども、まあ、一応リトルナイトとか来るんで除外が結構簡単にできちゃうんでね、この今後の環境は。なので、ザークを除外から守ることができるということですね。で、自分メインフェーズに、このカードを破壊しながら手札で行くから覇王門の魔術師以外の覇王門 P モンスターを自分の P ゾーンに置くことができるよということですね。 P ゾーンに置いただけで、スケールを、こいつを X1 に送りながらスケールを用意できると。基本的に置かれるカードは、まあ、覇王門のもゼロっていう、このペンタのスケールがゼロの、モンスターが結構置かれることが多くて、まあ、このカードによって、まあ、スケールゼロを用意するということですね。そうするとレベル1以上のモンスターがペンタの召喚できますよと。で、モンスター効果、これもめちゃくちゃ強くて、まあ、名称して対峙もちろんあるんですけども、自分の P ゾーンに覇王門カード、まあ、自分で置くんで大体覇王門ゼロとかはあるんですけど、覇王門カードが存在している場合、手札エクサデッキから、この四天王竜関係ですね、ペンデラムドラゴン、エクシスドラゴン、シンクロドラゴン、フュージョンドラゴン、モンスターのうち1体を墓地送って、手札から特殊召喚ができますよという効果ですね。まあ、要は、2枚かぶってても、これ2回というか仕事があって、1枚は P ゾーンに、スケールゼロを貼る効果と、あと1体は、手札から特殊召喚して出てくるという効果なんで、このカードはいっぱい引きたいです。いっぱい引きたいカードとなってますね。スケールゼロを用意しながら自分で出てこれるんで、特殊召喚できるんで、特殊召喚できる P モンスターってめっちゃ優秀で、やっぱそれだけでエレクトラムに繋がったりとか、あと、奇跡に繋がったりとかするのでね、でもめちゃくちゃ強いです、これは。はい、この効果は。で、特殊召喚した場合、魔法サイズモンスターを除く覇王竜ザーク関連の、覇王竜ザークのカード名が記されたカードを手札に加えると。もともとあったカードで言うと、覇王竜の魂とか、この辺のカードがサーチできたりするんですけども、まあ、今後、まあ、実装されるカードで言うと、例えば、攻撃の竜というね、これこいつが覇王門 P モンスターとか覇王剣竜 P モンスターとかを持ってこれるんで、これ自身が覇王門の魔術師をサーチできたりとか、ライトブルームってやつが来ると思うんですけども、この辺をサーチしたりとかもできますし、あと新規で、まあ、トラップカード覇王天竜の魂とかね、この辺のカードもサーチできるようになると思います。自分のフィールドの元々の攻撃力が2500の P モンスターですね。まあ、アストログラフ、アストラムはリンクモンスターね、アストログラフとかでもいいし、この覇王門の魔術師もそうなんだけど、この辺のモンスターがいるとこいつをリリースして、自分の手札デッキ、エクサデッキ、フィールド、墓地のモンスター、まあ、どっからでもですね、基本的にはどっからでも除外して、覇王竜ザークを、融合召喚できますよと。で、今まで覇王竜の魂とかで出してきた、覇王竜ザークって基本的には効果が無効になってたと思うんですよね。だから、まあ、この効果を有効にするために誰もかれも使った月の書を使ったりとか、あとはドレミコードのリンク先に出したりとかして、まあ、効果有効にしたと思うんですけども、このハオールテリーの魂の、効果を出したザークはですね、自分の除外状態のところでこの四天の竜が存在している場合、4種類、この効果で特殊召喚したモンスターが無効化されて効果あるんで、場合を除き、まあ、要はこれ逆に言うと、そのこの四天の竜が除外してあれば効果が無効になりませんよと、有効になりますよということを言ってるんですよ。だから覇王天竜の魂でペンデラムドラゴン、エクシスドラゴン、シンクロドラゴン、フュージョンドラゴンを除外して、覇王竜ザークを出せば、効果が有効になるということは、これ出てきた時に全部突破するという効果あるんですけど、これが使えますよってことなんですね。だから覇王天竜の魂で四天の竜を除外して出してきた覇王竜ザークで相手のカードを全部突破しましょうよっていうコンボです。はい、これめちゃくちゃ強いですね。で、ちょっとエクストラデッキ食っちゃうんですけど、エクストラデッキから全部除外できるんで、今エクストラデッキにこれ全部入れられるんでね。なんでエクストラデッキかなり食う代わりに、覇王天の魂で出てきたザークの効果が有効になって、相手のカードをお手軽にぶっぱできるということですね。まあ、ただし、このコストがいるんですけども。はい。まあ、そんな感じですね。で、覇王天竜で言うと、このオットアイズアークレドラゴンっていうカードも、まあ、おそらく実装されると思うんですけども、このカードの、効果結構ね面白くてですね、まあ、ザークサポートカードになってますね。自分の P ゾーンにカードが2枚、存在していればこのカード特殊ができるよということで P 効果は。なんで、こいつちなみに、破壊されるとこのこれですね、オンサゾーンのこのカードが破壊されると P ゾーンに置かれるよという効果があるんで、まあ、これ要はこのカードはこれカード以外に P ゾーンにカードがあれば、まあ、無限に出てくるよと、毎ターン出てくるよ、打点4000かっていうことですね。脅威で自分の P ゾーンのカードを1枚デッキに戻すことによって、自分の P
デッキに、戻った場合ですね、さらにそのモンスターを召喚条件を無視して特殊ができるよという効果なので、まあ、ザークとかを、まあ、あの召喚条件無視して特殊召喚っていうかいうことも もちろんできるんじゃないですか、ね、これでね。でドラゴン族の融合シンクロ、エクシズペンデラモンスターを1体ずつを合計4体使って、まあ、融合召喚するので、まあ、正規召喚結構難しいんですけども、ルール上覇王竜ザークとして扱うという効果ありますので、覇王天竜の魂とか覇王竜の魂とかで一応出すことができます。はい、このカードはでね、まあ、ザーク出せる盤面だったら基本的にはこの、アークレイジじゃなくてザーク出した方が強いんですけど、基本的にはね。でこれ何ができるかっていうと、これね、融合召喚かあと以下の方法で特殊召喚ができますよっていう、融合召喚以外に出す方法があるんですよ。これが自分フィールドの闇属性レベル12の、ザーク1体をリリースした場合、要は、こいつをリリースしたらこれが出てくるよっていうことなんですよね。ザークって召喚条件無視して出す方法が結構バーって羽織の魂とかね、その辺のカードでバンって出てくるんですけど、そいつって大体エンドフェーズ、次のエンドフェーズに戻っちゃって強制退社ですね。バイバイって言ってあの さよならしちゃったりするんですけども、まあ、そういう強制退社して打点4000がなくなるのを、例えばこの、アークレイ のこの召喚条件によって一応打点4000残るよということができるようになりますね。でこのカードエクストリックから特殊召喚に成功した場合ですね、デッキから P モンスターを置くという効果もありまして、まあ、これで、まあ、例えばその五行の魔術師を置くとかね、まあ、そういう動きもできますので、覇王竜系のカードを、ほぼその採用せずにトラップだけ採用して、あラビリンスみたいなラビネスみたいなカードたちで覇王竜だけ出して、でこれをアークレイに変換してなんか五行の魔術師を置きに行くとかでも面白いと思いますね。はい、だから、まあ、ここは臨機応変に対応できるよというところですかね。まあ、このカードもなかなか強力な、打点4000の毎ターン出てくるモンスターとして、まあ、とても注目しているカードの一つです。さあ炎王いよいよ実装ということで、さすがにティア1ですねこれ。あの OCG の方でもね、死ぬほど結果残してるんですけども、このデッキは、マスターデュエルの方でも、まあ、猛威を振るんじゃないかと圧倒的ティア1と、言われております。で、炎王はちょっとカードいっぱいあるんですけど全部説明できるかちょっと分かんないんですけども、まずポニクスですね。ポニクスレベル1炎属性ということで、まあ、当たり前に、現在法スネークアイからリクルートもできるし、召喚特殊召喚した時に効果あるんで、まあ、普通にまあ、持ってきて召喚しても強いということですね。ワンフォーワンとかも対応してます。で、このカードの 1,2,3 の効果は一応1ターンに1度しか使用できないんですけども、まず1番目、元々の属性が炎属性の自分のモンスターがぶっ壊されたら出てこれますと。てかだから孤島であのなんか破壊したら出てくるし、相手のモンスター戦闘破壊しても出てくるし、まあ、炎王って結構相手のカード破壊する効果いっぱいあるんで、まあ、その辺の効果でも出てくると。で、この子が召喚特殊召喚に成功した場合にデッキから炎王マジックトラップカードを1枚を手札に加えるという効果がありまして、まあ、これでね持ってこれるカードがめっちゃ強いんですよね。まあ、まずやっぱり孤島ですよね。あの炎王といえばあのこの孤島で、自分のメインフェーズに自分のモンスターぶっ壊して炎王を持ってこれるっていう効果があるんで、まあ、これを持ってこれるってのは強いし、これを持ってくるカードが実装されると思うんですけども、これが炎王の聖域っていうカードですね。永続魔法、これフィールドゾーンにね、あの炎王のことを置くっていう効果ありまして、で炎王のことってデメリット効果で、その、自分の、このカードが、表側表示のこのカードが、墓地を加えられると自分のフィールドのモンスター全部破壊するっていうガチでやばい効果があるんですけども、これを、破壊体制で守ることができます。はい、2番目の目の効果で自分のフィールドゾーンのカードが効果で破壊される場合に、手札フィールドの炎属性を破壊して身代わりにできるという効果なので、一応孤島はこのカード経由で持ってきた方がいいですね。はい、で一旦にして相手がモンスターを特殊召喚すると、エクシーズ召喚することもできるということで、あのね、新しいね、あのエースモンスターであるこのガルドニクスエタリティっていうね超かっけえモンスターですよ。これとかを相手のターンで出しに行くことができます。これちなみにエクシーズ召喚に成功した場合にフィールドの全、モンスターをぶっ破するっていう、はい、ガルドニクスみたいなことができますのでね、まあ、エタニティという名に恥じない性能となっているんじゃないでしょうか。で、ポニクスは、このカード破壊されたら次のスタンバイで戻ってくるっていう効果もあって、これ結構ね、あの1枚あれば仕事できるんで、まあ、要はサーチもできるしリクルートも当たり前にできるしということで、もう非常に強いモンスターとなってますんで、まあ、これは最強っすね、あの AO の中でもこのカードは。でね、まあ、新しいモンスター、これあの孤島で持ってくるカードの話になるんですけども、孤島で持ってくるのも もちろんポニクスなければポニクス持ってきたりするんですけども、新規で追加されるモンスターで、このね、王が新しく追加されるんですね。聖炎王ガルドニクスっていう、こいつがめちゃくちゃ強いんだよね。
打点2000狙いしかないんですけど、まあ、自分で打点上がる効果を持ってますしね。1枚2枚の効果ありまして、このカードが手札墓地に存在していて、もともとの属性が炎属性となる自分のモンスターが戦闘効果打開されたら手札から、手札墓地から特殊ができるよと。これあまりにも緩い、何でもいいから破壊されたら出てきちゃう、何でもいいから、あの戦闘でも破壊されてもいいし、別に自分で叩き合ってもいいし、めちゃくちゃ強いんですよ。まず2ナがボンと出てくると。で召喚特殊召喚成功した場合の効果もクソ強くて、千円王ガルドニクス以外の手札デッキフィールドの、この、まあ、炎王種族ですね、獣の獣戦士超獣族の炎属性を一体破壊できるデッキからなんとカードを破壊できます。まあ、恐竜族もびっくりの。はい。あの、ロストワールドみたいなね。あの、デッキから炎属性をぶっ壊すっていうことができるんで、これでアドバンテージを稼いでいくって感じですね。で、デッキから破壊する、カードは、まあ、基本的にはアドバンテージが稼げる、墓地から、あの、モンスター蘇生するとか、サーチするとかいうカードを破壊しとけばいいんですけど、新しく、あの、実装されるカードで、この炎王神獣麒麟っていうカードがね、ありまして、こいつ今純正義だってるんですけど、 OCG ではあのイカれたレベルの強さしてるんですよ。これ2番の効果で、これが破壊されると自分の手札墓地から炎王を出せるっていうことで、まあ、1回破壊しておいたあの炎王モンスターであるとかガネーシャとかね、ガネーシャってあのゾウがいるんですけど、あの辺も蘇生して、まあ、妨害用意したり、まあ、展開札にしたりしていくっていう感じですね。でこれね、これ1番の効果マジ偉くて、これ結構ね3詰め安定のカードになってくると思うんですけど、手札に存在している場合、自分が相手のメインフェーズにこいつ以外の手札かフィールドの、炎属性をぶっ壊して出てきますよという効果あるんですよ。これ要はその無限包容とかエフェクトベーラーとかなんかそういう妨害系反逆の財宝とか打たれた時にこのカードを使うとサクリファイスエスケープができるんですよ。だから AO って結構無限包容エフェクトベーラー貫通して展開できるんですよね。これがめちゃくちゃ強いです。でしかも2番の墓地効果もめっちゃ強いんでね、炎王にはもともとこのガネーシャっていうモンスター効果をね、あの炎属性をあの破壊して無効にできるカードがありますので、まあ、これをね基本的にはねトガ姫とかで蘇生して、まあ、妨害を構えていくっていう感じになります。で、あのさっき言ったようにその四千炎王ガルドニクスとかは破壊されたら墓地から出てくるんで、まあ、リンクスワンにしといて墓地送っといて、ガネーシャとかの効果に反応してまた出てくるみたいな、ね、感じですね。はい。でね、ちょっと実装されるかどうかっていう話はあるんですけども、炎王妃ウルカニクスというカードがあの存在してまして、このカードね、あの一応ね炎王 のデッキの初動になるカードなんですね。召喚特殊召喚に成功した場合に炎属性1枚を破壊して、ウルカニクス以外 その炎王系の種族のモンスターを持ってこれますよと。これ持ってくるカードね、炎王じゃなくてもいいので、なんかその例えば鉄獣のなんか初動になるようなカード、あの炎属性結構いるんです。フラクトールとかなんかキットとかいるんですけど、あの辺持ってきてもいいし、普通に炎王モンスター持ってきてもいいしっていうことができる。これで基本的にはそのさっきのポニックスを持ってくることができるので、最強初動に、なっております。まあ、ちょっと炎属性破壊しちゃできないんですよね。で破壊されたらデッキからその昔の炎王神獣の方のあの王じゃなくてあの昔からいる方の神獣ガルドニックス君を守備表示特殊ができるよっていうことで、レベル8が並びやすいので、このエタニティとかが出しやすくなってるっていう感じですね。はい。これめちゃくちゃ強いです。これが来るとね、準構築ができるようになります。で、準構築以外にも、もちろんね、その現在法スネークアイっていう最強のカードが初動になるということで、まあ、スネークアイとは相性がいいし、ディアベルスターとかも相性がいいですね。はい。まあちょっとさすがにね、パワーやばいんで、ちょっとこれ体感してほしい皆さんにも。本当に強いです、このデッキは。さあ、戦闘機強化ということで、カメリアマジ革命なんですよね。このモンスター効果モンスター2体っていうなんか劇的に緩い条件で出せる戦闘機モンスターで、だから要はレイとかローゼとかじゃなくてもね、いなくてもね、効果モンスター2体並べればこれからは、戦闘機ムーブに入れますよっていうことなんですよ。で1ターンに1度1番ね、1ターンに1度自分の持ちの魔法カードが3枚以下の場合にデッキから戦闘カードを送るという、今まではそのハヤテとかでダイレクトアタックした後に送っていたあの動きがメインフェル中にできるようになりましたというので、まあ戦闘カードを送れるんだったらやっぱりエンゲージを送って、でカメリアを、カガリに変えて回収するっていう動きができますので、要はこのカメリアが成立すればエンゲージを持ってくることができると同義なんですよね。はい。これがめちゃくちゃ強いです。で一応2番の効果がちょっと使いづらくて、この一旦に一度しか特殊ができない関係上、戦闘機カメリア一旦に一度しか特殊ができないんで、この2番の効果は出したターンにはちょっと使えないんですけども、このカード墓地を送られた場合、相手フィールドのモンスター一体対象として、相手フィールド上に特殊召喚されながら、その相手のモンスターを、墓地を送るという、まあ、除去を持っています。これ、まあ、結構レギュラスとかで
一応その効果を無効にした後にカメリアをその特殊化して相手を除去るみたいな動きが一応あるんで、まあレギュラスとかとは結構相性がいいんですけど、まあ、戦闘機だけで言うとちょっと使いづらいかなっていう感じの効果になってますね。で、ね、戦闘機ね、実はね、このカメリアだけじゃなくてね、展開力が実は上がってまして、戦闘機って展開力ないことで有名ではあると思うんですけど、そんなに展開力がない。今まではハリファイバーとかいた時はね、なんかそのめっちゃ強かったんだけど、まあ、ハリファイバーはいなくなってなかなか難しかったんですよね、展開が。これね、新しくね、この未来の柱キアノスっていうカードが実装されますして、これが来ると展開力がめっちゃ上がります。まずね、こいつ1、2、3の効果あるんですけど、1番目、手札から魔法カードを捨てると特殊ができると。でこう展開力としてはまあまあ強いですよね。で、これ召喚、特殊召喚した場合に発動できる効果で、自分のデッキ墓地からロゼを1体特殊召喚するっていう効果があるんですよ。だその代わり機械族縛り入っちゃうんですけど、要は1枚が2枚になってくれるカードなんですよね。一応これ特殊召喚じゃなくて普通に召喚してもいいんで、召喚成功でロゼ特殊召喚って言うと一応2体分なれるんで、まあ、無限ホールドがめっちゃ重いですけど、そうなってくると召喚権使ってるんでね。なんで、まあ、できればこの1番の特殊召喚から入って、まあ効果打ちたいんですけど、ロゼが増えるからリンク2分が用意できる。まあ、そこでカメリアとか出してもいいですよね。で、キアノスは、墓地から除外してると自分の墓地から除外状態のロゼを特殊召喚するか手札に加えるって効果もあるんで、要はリンク3分が用意できるんですね。はい。で、しかも戦闘機はホーネットビットっていうトークン無用なカードもあるんで、一応それとかも組み合わせるとリンク3じゃなくてリンク4分くらいまで用意することができます、このカードから。このカード1枚で、まあ、要はリンク4分まで用意することができるようになったってことですね。これ強いですよね。はい。戦闘機の中では破格の展開力を持っているということですね。で、これで、じゃあ何するかっていう話なんですよね。展開力が上がった戦闘機で。実はね、結構ね、リンク値高い戦闘機モンスターが、まあ、実装されると思うんですけども、まずやっぱリンク2だと、この激エモモンスター、合体術式エンゲージゼロ。これマジエモいんだ。ロゼちゃんと、レイちゃんが合体して、光闇属性モンスター2体で出せるっていう戦闘機モンスターってまして、1ターンに1度、しか特殊召喚できないし、このカードリンクスワンにできないよっていう効果なんで、まあ、要は出しちゃったら、そのリンケージとかで、まあ、どかしてリンクモンスターとか出さないと邪魔っていう、感じですね。はい。だリンケージで、まあ、一応リンク召喚というか、どかして使っていきましょうみたいな感じのデザインになってます。で、このカードが特殊召喚した場合、フィールドの攻撃後2500以上のモンスターを対象にその位置の効果を無効にできますよという無効効果。でね、この2番の効果がね、非常に強くて、レイおよびロゼが存在する場合、このカードが攻撃するダメージステップ開始に相手のモンスター全部パ。ダメージステップ開始なのかちょっと惜しいですけどね、攻撃宣言時とかだったらダメージ入るんで、ちょっと攻撃宣言時とかにしてほしいんですけど、まあ、一応ダメージステップ開始であることによって、まあ、無効効果をちょっと回避したりもできるかもしれないんで、まあそれはそれでありかなっていうところですね。で、相手のモンスター全部パっていう効果が戦闘機あんまなかったんですよね、今まで。マジでアクセスコールトーカーとかするしかなかったんですけども、この全部パによって相手のモンスター全部除去して、でリンケージでエンゲージゼロどかして、バン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 マスクチェンジみたいな感じで、ダイレクトアタックしていくとダメージが取れるということで、エンゲージゼロ出してから全部パ&リンケージ連打、これができたらかっこいいですね。はい、非常に。で、リンク3、リンク4も実は追加されまして、まずリンク3ですね。これが、アザレアテンペなんです。リンクモンスターを含む、モンスター2体以上っていう、まあ、かなり緩い条件で出せるんで、これ実は汎用効果なんですよ、効果が。戦闘キーモンスターとしては、一応いるんですけど、汎用リンクモンスターでもあります。召喚、特殊召喚に成功した場合、手札墓地から魔法カードを除外すると、相手のフィールドの打点下2500以下のモンスターを、装備カード扱いで装備できる。まあ、これはちょっと強いですね。まあ、一応2500以下しか装備できないんですけども、除去する方法としては非常に優秀な除去方法になってますね。で、戦闘が開始されたら自分の手札墓地から、戦闘モンスターを出せるという効果がありますね。まあ、一応だから戦闘機じゃなくても出せるし、まあ、戦闘機デッキで出しても強いというところですね。でね、問題時はこの、ね、リンク4のその戦術兵器スペクトラっていうモンスターで、まあ、これも一応汎用モンスターという言い方できるんですよね。リンクモンスターを含む、モンスター2体以上でリンク4です。はい。このね、効果がね、まあ、ちょっと使いづらいというか、まあ、弱くはないけど、ちょっと微妙かなっていうのがして、ところがあって、これ一番の効果、チェーン2以降に相手がモンスター、魔法トラップカードの効果発動したら、自分の手札墓地から魔法カード2枚除外して効果無効にすると。で、その後、相手フィールドのカードを1枚を破壊できる。まあ、この効果はいいんだけど、やっぱチェーン2以降っていう縛りがあるのと、やっぱ魔法カード2枚除外しなきゃいけないっていう、これですよね。除外したくないんですよ、できれば、戦闘機って。ちょっといまいち使いづらいかなっていう
気はするよね。まあ、ここのリンク4を出すんだったらアクセスコールトーカーとか出しに行った方が、まあ、戦闘機カードで機械族なんで、一応そのキアノスから入ったら縛り上こいつしか出せないとかあると思うんですけど、まあ、ちょっと使いづらいかなっていう気はするよね。で自分の持ちに魔法カードが存在しないと打点が3000下がるよって、ゼロになっちゃうよっていう効果ですね。これはねそんなに採用されることはないと思うけど、戦闘機デッキではまあそのもしかしたらスネークアイデッキとかに枠があったら入れといたら仕事するとかはあるかもしれないけどね。で戦闘機デッキはいろいろ相性がいい、デッキ実はこのキアノスの存在によって出てきまして、これリンク値伸ばせるんで機械縛り入っちゃうんですけど、一応ラドン出せます。まあラドン出した後になんかすごい強い展開とかはやっぱその機械縛りが入っちゃう都合上できないんですけど、一応ラドンは出るので、まあ機械シンクロ系のモンスターとかだったら出せますね、カラクリとか。はい、それからあと機械族がめちゃくちゃ墓地に溜まりやすいんですよね。このカガリとか、雫とかバンバンリンク召喚していって墓地にバン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 機械族モンスターが溜まっていくんで、サイバーとかとは相性がいい。戦闘サイバーっていうデッキも存在してるぐらいなんで、はい、なんでまあこの辺はちょっとまた動画にしていきたいなというふうに思ってます。エース MR デッキ爆誕ということで、バルモニカ実装ということで、これはですねペンデラムテーマなんですけど、かなり独特な、展開方法となってまして、ちょっと効果を見ていきましょうか。ヤメ属性レベル4の、転移速モンスターでございまして、このバルモニカ、アンジェロさんはね、ペンデラムスケールが3で、ペンデラム効果は、もう片方の自分の P ゾーンに悪魔族モンスターカードが存在する限り自分のライフポイントが回復するたびに、この共鳴カウンターというのも起きますよと。この共鳴カウンターが置かれている場合、このカウンターを使ってなんかいろいろいいことが起きるよっていうテーマになってますね。はい、だから相手耳元でささやいてカウンターを貯めて戦っていくという、まあ、そういうイメージなのかな。で一旦一度相手のモンスター攻撃宣言時、バルモニカ一体のリンク召喚を行うよっていう効果ですね。でこのカードの、モンスター効果ですね、テキスト長えな。1、2のモンスター効果はそれぞれ一旦一度しか使用できないと。手札に存在している場合、手札から他のカードを1枚捨てるとデッキから、相方がいるんですよ。このアンジェロさんの相方で、このデモーネっていう相方がいるんですけど、これをペンデラムスキルにセッティングしますっていう、このカードと一緒に、はい、手札は 1枚捨てながらね。だからまあスケールが揃うんですね。こいつがスケール3で、こいつがスケール5なので、レベル4のモンスターをペンデラム召喚するための準備が整うっていうことですね。でピーク効果が要は共鳴カウンターが回復すると置かれるっていう効果になってまして、このデモーネさんはちなみにダメージを受けると共鳴カウンターが置かれるっていう効果なんですよ。だからこのダメージを受けたり回復したりを繰り返して、この共鳴カウンターをペンデラムスケールに、置いていくっていう、そういうテーマになってますね。でこの、デモーネさんも、アンジェロさんも一応、召喚特殊召喚したターンの自分メインフェーズに発動できる効果で、自分の墓地からバルモニカ通常トラ魔法カードか通常トラップカードを、効果コピーできますと。でそのカードの、LP を回復する方の効果を適用できます。こっちだったらダメージを受ける方の効果を適用できますっていう。あ、ちなみに一応その置く効果はね、このねデモーネの方にもあるんで、要は相方これどっちか引いてればどっちか置けるんですよ、相方を。だからまあ初動カードとしては非常に優秀ですよね。はい、だから3枚3枚積んで6枚対戦できるということで、まあ、ちょっとサーチカードもありますからね。かなり安定はします、ペンデラムスケールを張るのに。だからレベル4の、モンスターをペンデラム召喚できるようなデッキと相性がいいんじゃないかな。でね、このモンスターで共鳴カウンターを置いていくためのカードですね。まあ、でもダメージを受けるか回復するカード、これがまあ魔法カードとかトラップカードとかして、まあ、魔法カードであれば、まあ、いっぱいあるんですけどね、まあ、一応1枚紹介しておくとバルモニカシェルタっていうカード、これ本当にいろんな種類があって、バルモニカ魔法カードにはね、ライフポイントを基本的には回復する効果とダメージを受ける効果があって、どっちかを適用できますっていう感じですね。で P ゾーンにバルモニカが、なければ適用する効果相手が選ぶんで、要はまず P 効果置いてから、 P ゾーンにこのカード置いてから魔法カードを使ってねっていう感じのデザインですね。そうすると自分で選ぶことができます。ライフポイント回復したら、手札1枚選んでデッキに戻して2枚ドローするし、500ダメージ受けて、デッキからバルモニカカードを、サーチできるっていう、バルモニカシェルター以外のバルモニカマホトラップカードを回収できるよっていう効果が、起動できると。こっちがダメージで、こっちが回復ですね。だから、ダメージを受けたらこっちの、デモーネの方にカウンターが乗るし、こっちの回復効果を選んだらこっちの方の、アンジェルの方に乗ると。でじゃあそのカウンター、共鳴カウンター、回復共鳴カウンターとダメージ共鳴カウンターを何をするときに使うのかっていう話なんですけども、バルモニカにはリンクモンスターがいまして、こいつらを出すために
その共鳴カウンターがいるんですよね。例えばこのバルモニカの真意ゼブフェーラ、これが、まあ、一応先行で出すモンスターってるんですけども、効果モンスター1体っていうリンク召喚条件で2500っていう破格の打点になってる。代わりに、召喚条件、リンク召喚は自分の P ゾーンの悪魔族モンスターカードの共鳴カウンターが3つ以上の場合にしか行えないと。要はこれの効果でダメージを3回受けてカウンターが3個乗った状態じゃないと基本的にはこの、ゼブフェーラー出せないよっていう感じの効果になってます。だから、まあ、いっぱいダメージを受けてね、3個貯めて頑張って出してねっていうことなんですよね。でこいつがじゃあ何をするかっていうと、自分のフィールドのカードが戦闘効果化される場合に P ゾーンの共鳴カウンター3つを除いて破壊を肩代わりできるって効果と、あと相手のターンに一度、墓地除外状態のバルモニカの、魔法トラップカードの効果をコピーできますと。バルモニカってね、通常トラップカードが妨害になっていて、まあ、例えば1個、紹介すると立像のバルモニカっていう、これが一応ライフポイント回復するとフィールドの、マジックトラップカード破壊できるし、500ダメージを受けると、フィールドのモンスターバングスできるっていう。でバルモニカのリンクモンスターが存在していると両方とも適用できるっていう、だから魔法トラップ破壊しながらバングスできるっていう効果が両方とも使えるんで、これコピーしても使えるんですよ、さっきのリンクモンスターで。だから一旦この、リッツのバルモニカ普通に打ってからこいつの方でコピーすると一応これで2妨害になってるんで、まあ、まあまあ強いですよねこれは。まあそんな感じでそのトラップカードをコピーしたりして、まあ使っていく感じの流れになりますね。でね、じゃあどうやってキル取るのというと、まあ先行ではこいつ出すんですけど、まあ3ターン目とか後手とかではこっちのバルモニカの、一心ジュラルメっていうモンスター、これを出していきます。これは、まあ、同じような条件で効果モンスター1体で打点2500で、共鳴カウンターが回復の方の共鳴カウンターが、3つ以上あると出せますっていう効果ですね。こっちがダメージ、こっちが回復です。でこのカードがリンク召喚した場合、自分の P ゾーンの共鳴カウンターの数まで相手のフィールドのモンスターを破壊できると。要は最低限3枚は破壊できますモンスターを。めちゃくちゃ強いですよね、はい、いきなり3体破壊できます出てきた時に。でP ゾーンの共鳴カウンターが3個取り除いて、このターンこのカードは1のバトルフェッチ3回攻撃ができますよと。殺意がやばい、お前を殺すって書いてますこれ1番2番だから、3ターン目とか、まあ、高校とかだったらジュラルメを出して相手のモンスターをぶっ破しながら、3回攻撃して、まあ、キル取るよと、まあ、3回攻撃しても7500かな、しかライフ取れないんですけど、まあ、大体もう1体くらいはモンスター用意できてると思うので、まあ大体1キル取れますね、効果が通ればですけど。はい、そんな感じのテーマになっています。まあ、結構ね、面白いテーマなので、まあ、これもちょっと動画にしようと思ってるんで、その辺お待ちください。